はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、建築確認の流れについて解説いたします。あんまり出題されない部分なんですけども、出題された時はきっちり取っていただきたい部分なんで解説させていただきます。まず、建物を建てようと思った時に、まず計画、設計を行いますよね。こんな建物建てようっていうふうに設計をします。で、そしたら、まず何をするかっていうと、建築確認の申請を行います。建築確認の申請、つまりこの設計で大丈夫ですか、この設計で建物いいですかっていうふうに申請をします。で、誰に申請するかっていうと、建築主事に申請をします。建築主事っていうのは公務員の中でも、建築関係専門の担当者って考えていただければ大丈夫です。で、その建築主事に申請、建築確認を申請したら、建築主事は受理しますよね。申請を受理します。そしたら受理したら7日以内、もしくは35日以内に確認をして、その設計を確認して、大丈夫かどうかを判断する。で、OK であれば、確認済み証っていうものを申請者に交付をする。まずこういった流れになるんですね。で、この受理をしてから7日以内、35日以内、これどういった違いがあるかっていうと、一般建築物については7日以内に確認をして、確認済み証を交付すれば OK です。一方で大規模建築物とか200平米を超える特殊建築物については、確認するのに時間かかるので、35日以内に確認をして確認済み証を交付すれば OK ですよといった流れになります。で、この確認済み証を申請者、建築する側ですよね、がもらったら、こっから工事を開始して OK です。建物を建て始めます。で、建て始めて、じゃあ工事終わりましたよとなったら、工事が終わってから4日以内に完了検査の申請をまた建築主事に行います。建物の工事が終わったんで検査してくださいっていうふうに、完了検査の申請を建築主事に対して行うんですね。そしたらまた申請を受けた建築主事は、建物を検査をして OK であれば検査済み証を交付します。で、これは受理をしてから7日以内、完了検査の申請の受理をしてから7日以内に検査をして、検査済み証を交付します。で、これで建物が完成したということになるんですね。で、この確認済み証を交付してから完了検査の申請するまでの間、これが工事期間なんですよね。この工事期間の間に中間検査を行う場合もあるんですね。工事の中間で検査をするっていう中間検査っていうのがあるんですよ。で、これはどういった場合に中間検査が必要かっていうと、3階建て以上の共同住宅、3階建て以上の共同住宅の2階の床とか梁、床だったりとか梁ですね、梁に鉄筋を配置する工程、これを行った後、中間検査を受けてくださいね。または、特定行政庁が指定する工程が終わった後に中間検査を受けてくださいねっていうようなルールがあるんですね。で、これについては、この工程を終えてから4日以内に中間検査の申請をしてくださいねというようなルールになっているので、これも合わせて頭に入れておくといいと思います。で、この中間検査が必要な場合っていうのは、この中間検査を終えた後じゃないとその後の工程に行けませんので、その点は注意してください。で、この建築確認の流れで、出題される部分でいうと、この数字ですね。数字はちょっと覚えていただきたいので、ちょっと頭に入れていただいて、で、中間検査が必要な場合ってどんな場合なのか、ここもたんまりですね、出るので、このあたりもですね、頭に入れていただければと思います。一回見ただけではこれ、頭に入らないと思いますんで、何度か動画を見ていただいて、復習して頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。